一日になりました。今日からさつき楽しいゴールデンウィークが始まります。子供たちもいろんなところへお出かけしたいところですが、今しばらくは我慢しましょう。お家で好きなことをして過ごすのも OK です。それでは秘書を初めて。チャーミングっていたずら大好きなピアノの先生って誰？はーい。毎日楽しみながらやってみることはとても大切です。子供たちも楽しいことが大好き。ユニークな謎などダジャレ、しりとり、昔から頭隠して尻隠さずなどとことわざがあります。I'm sorry ひげ sorry などと言うと子供たちの笑顔がたくさんです。今日は秘書を弾いてみました。バイバイ。 YouTube もご入会キャンペーンも随時受けたまっております。 CAPIMAKI4041 at gmail.com までようこそ。